第57回グラミー賞は2015年2月8日にカリフォルニア州ロサンゼルス市のステープルズセンターにて受賞式が行われた。司会は LL クール J が2012年から引き続き担当した。サム・スミスが主要4部門すべてにノミネートされ、レコード賞、楽曲賞、新人賞を受賞。ポップボーカルアルバムにも選出され、4つの賞を受賞した。 ファレル・ウィリアム・スとランラン、ハンス・ジマーによる、ハッピーでは、2014年8月に起きた、マイケル・ブラウン射殺事件の抗議として、ファレルとダンサーが両手を上げ、ハンズアップドンとシュートのジェスチャーを行った。また、ケイティ・ペリーのパフォーマンス前には、バラク・オバマ大統領のビデオメッセージが流れ、女性への暴力と家庭内暴力の撲滅を強く、訴え、過去に、 家庭内暴力を受けたブルックアクステル氏も登壇した。メディアで滅多に顔を出さないシーアは、今回のパフォーマンスでも後ろ向きで歌った。パフォーマンス後に、グラミーが発表した、オールパフォーマンスズランクとフロムワーストツーベストでは、1位にビヨンセのテイクマイハンド、プレシャスロードが選ばれた。一方、スピン氏はミランダ・ランバートのリトルデッドワゴンを選出している。受賞は、 各部門最上段に、太字のもの、ありがとうございます。